こんにちは。今回はね、こちらです。フィアット131のアバルト。これは限定もののみのノーマル車種になるんですけど、昔アファカルトビカーが出てたんですが、まあその時は、ラリー仕様バージョン、ラリーバージョンという感じで出てたんですけどもね。まあこれは当時もののしか、買えない、まあ仕様という感じになってます。で、こちらの方で説明させていただきますとですね、フィアット131アバルトラリーですね。131アバルトラリーは国産ラリー制覇を狙ったフィアットのラリー用ホルム系小モデルとして76年ジュネーブ賞にデビュー。当初 X1 分の1をベースに企画されたが、同門でランチャーのストラダスと同じミッドシップで直接対抗することもあり、またフィアットは人工ツラをベースにした方が販売戦略の上でもふさわしいとされたため、後輪機動の131をベースにしたためた。で、先代にあたる陳列アバルトラリーの実践経験を生かしたが、ある程度の時間台数に作れるようにコストを抑えた設計がなされた。エンジンは1輪4体、別に4ブロックヘッド、大量生産は可能でコストも近い、整備分も向上するよう、フェアトル13型システムの部品を共通して製作。特にサスペンションは131ノーマルの固定式である独立式に加えていられたが、ノーマルアーム型部分を取り付け、位置を変更しないで済むようにスミドルリングアームをロアアームとしたスタート工事で採用した。このため重量税を招いたこともあり、軽量化に力を入れられ、FRP製の全国フードアルミセルトアパルトのが採用された。生産の趣向はユニークで、ボディシェルはノーマル131と同じフィアットのランチャーで組み立てられた後、ベルトを入力されて各種パーツを取り付け、アバートで製作されたエンジン、サスペンションなどともにフィアットのベルト工場に送られ、最終的に組み立てられた。ラリーカーからでチェーンする手氷を巻いたロードルバージョンの実際シャブラトエンジンはワークスから215馬力から140馬力まで落とされ、オイルクーラーは荒らされ、クーゲルフィッシャーの燃料ショックンは新チョークでボバーに変えられた。で、タイヤは高額でピエール P7 を塗装して装着したが、その代わりニベレットスティップでボバーはされていた。士官バージョンでもオーバーフェンダーや空力パーツ、数箇所に開けられたイヤースクープと迫力ある外見はそのままながら、エンジンは低速から扱いやすさを加え、またギアボックスはドクロクラッチの操作性能とは違い、通常のシンクロメッシュギア製がクロスしていなかった。比較的安定なロードカーを扱うことができ、ラリーカーは1人よりも低額購入したので、グループ4に必要な400台はすぐに売り切れたという。76年から参戦を開始したラリーでは、後輪機動ならではのコントローラーブルで有効なハンドリングを生かして77、78、80年とワールドチャンピオンシップを獲得。最も成功したラリーカーの試合となったと。その後、フィアット社のラリー登場はランチャーの主体となり、後退として後継者としてランチャーラリー032が037が82年に登場したということらしいんですね。で、これが約680万円、日本円だと680万円した、まあ、この小ささで680万ですからすごい値段ですけども、まあ結構した車ですね。で、アバルトっていうのがね、あの別の、ピアッタが許可を受けた、まあ、チェーニングメーカーがありまして、まあ、あの日本でいうところの三つ岡みたいな感じですね。日本でいうところの日産の、まあ、車をちょっと多少、まあ、チェーンラップしてというかちょっとこう改造してで販売しました三つ岡というのがありますけども、まあ、それに近いような感じです。フィアットのチェーニングメーカーでアバルトで、それからラリーというのが出て、で1976年からこれが78年に、なって、で実際これは 1995cc って言ってるんですけども、実際ところは 1500cc ぐらいの、まあ、本当に小さい、車なんですね。まあ昔当時の昭和の車って日本でもまあそうなんですけども、意外と 2000cc ぐらいででけえ車のように見える、でけえ車のエンジン積んでる場合には意外とその小さかったっていうのがね、そういった車が実際、まあ、存在をしていた、まあそういう時代がありまして、でそんな困難の中でまあ車なんですね。でそれがまあこの車にまあ入れ渡るわけですけども、まあなかなかこれはまあ限定品なんですけど非常にいいですね。こういうふうに、内装もこういうふうになっていてなかなかいい仕様で、これが通常のものですと、あれなんですね、あの通常の仕様となりますとこれにちょっとラリーカーバージョンのところが、加わるんですが、まあこれは、
ノーマルバージョンという感じで、まあ、それがいいなという感じで、まあ、購入した、次第ということかなという感じなんですが、まあ、なかなかこういうのはね、いいなというふうに、思います。というわけで、どうもありがとうございました。